怖え怖え。おお、立てる立てる。怪我しにといてよ。中村さん、あれ中村さん、立った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 お、ええやん。目の穴の方がでかいで、うん、戻さない方がいい。あ、戻した方がいいか。あんまり効きすぎると戻した方がいいね。はい。うん。あ、折れた。最後は締めすぎなんか。ああ。行けす、行きすぎて。行きすぎちゃってね。かきたまさダメだこりゃ。やってるやってるやってる。うまい。なんかちょっとフライパンでさ、うん、あ、だから茹でてみよう。じゃあ一旦休憩か。あれ、ハグちゃん今日バングラデシュ料理やったっけ。ハンガリー。ハンガリーや。今日ハンガリーハンガリーにはかき入らん。入らない。おう、オイスターって。そのまんまじゃん。グヤーシュ。最近入っとるよ。グヤーシュってどこの？ハンガリーの。ハンガリー、はい、家庭料理。ハンガリーの家庭料理だそうです。このくらい細い。これどうする？5センチに切るの？これくらい？こっちにいいの？卵3つ。卵、卵。あ、これ。
卵3つ割りました。大さじ2分の1。ここからかな。塩少々。少々ってこれ。これを混ぜる。味付けね。オッケー。もうちょっと縦長になるようにすればいいでしょう。まあまあまあ。だいぶすごいことになってるから大丈夫これ。さあ、今日はこれで決まり。ポンペイ焼きです。はい、ありがとうございます。まあまあ、うん、あったかいですね。これみんな食べてます。これ安い。これやろ。めっちゃ飛んでる。はい、これでいいよ。ああ、焼き肉か。
とうございます。側からこんにちは、それではね、今もう取り付けてあるので一回外していきますね。つける外す、まずね押さえておいてほしいのは、特にね穴あけ加工とか溶接加工とか、まあ、そういったものは必要なく、ポン付けできるというところ、そこがねまずねいいところだなと思います。じゃあまずね取りますね。はい、取れましたこんな簡単に取れていいものかという感じなんですけれども、まあ、構造的には肘掛けになる木材一つ、ちなみにこれはプロトタイプということですので、製品版に関してはねちょっとこの辺りに写真入れておきますので、ちょっとそこでチェックしていただきたいと思うんですけども、またね概要欄の方にリンク貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。これが肘を当てる部分になるんですね。で、肘掛けを止める金具ブラケットがあります。で、これはアルミ製なので非常に軽いですね。ここを見ていただくと、ここにねバーが入ってるんですよ。で、これもパーツの一部なんですけども、つけてる場所見てみましょうか。はい、よいしょ、ジャンボね、後ろに空間がね広く取れてるのでこんな感じになってるんですけれども、もともとね純正でこのベルトがついてるんですけれども、ベルトがついてる、ステーがここにあって、これ純正でついてます。で、ここにねネジが入ってるんですね。で、純正のネジを取ってこのバーを共締めするような、そんな感じにしてあります。で、これ左右両方ともありますので、こっちね助手席側の方も同じようになってると。で、この2つのネジを外してこのバーを間に入れてもう一回ネジ止めする、それで取り付けはほぼ完了という形になっております。はい、じゃあねここまでは付けたということで、肘置きね、ここにどうやって止まってたのかということで、そちらをお見せしたいと思います。まずはね
向きですが、向きはこうなってるのと、こういう向きですね。で、肘置きの方にはですね、裏面にこういう出っ張りがついてますので、これね、製品版、ちょっと形状、色、形違うかもしれないんですけども、まあ、こういう出っ張りがついてます。で、この出っ張り何なのかっていうと、ここのね、溝に引っかかるような構造になってますので、まずここに肘を置きますと。そうすると、ここで引っかかって前に出てこなくなります。で、あと、ここの揺れを防止するために、これが、ここにはまるということになります。L 字のバーに、このフラットバーを当てて、で、ここね、足の部分を肘置きのところに置いて、こっち手前を浮かした状態で、ぐっと後ろに押すだけ。これでね、なんとこう、支えができるようになるんですね。ね。こんな感じになっております。でこれね、走行してて外れるってことは、滅多なことでは起きないということですので、これで完成です。ただこれだけ突っかえてるだけというね、非常にシンプルな構造なんですが、すごくこれで得られる恩恵はでかいということになっております。アルミの L 字のバーなんですけども、ここ肘を置いてちょっと体重をかけるとね、見えますかね？少し動くんですね。ただの硬い木の板が出てるんではなく、スッとちょっとこう馴染む感じのしなりがありますので、これがね、非常にいい感じに機能しております。構造上、ここで突っかえてるものなので、例えばここに座るとか、まあ、運転する人だったらここには座らないと思いますけど、なんかこう作業していて、こう体重をかけるようなことっていうのは、あまりやりすぎないようにしていただきたいということです。肘を置く程度の荷重には耐えられますが、人一人が乗っかってしまうぐらいの荷重をかけてしまうと、やっぱりここの部分曲がってしまいますので、その点は、注意ということになります。ここにね、穴開けたりすればドリンクホルダーになったりするかもしれないですね。なんかいろいろと使えるし、このぐらいの木材だったら、また自分でね、ここはね、いろいろ取り替えが効くので、これをね、自分好みに取り替えるっていうのもありだと思います。はい、今度ね、ちょっとローアングルで、見てみたいと思うんですけども、後ろのスペースの高さね、この高さの分だけ上がったところに肘掛けが出てきているということになります。上から操作するときに、この肘掛けの分、手首が当たるので、最初はね、違和感あるかもしれないんですけども、まあ、特にこれがあるからといって、引けなくなっちゃうわけじゃないから、そのあたりは、まあ、使っていくうちに慣れてくるんじゃないかなと思います。はい。で、肘掛けに置いたままね、このシフトのところには手届きます。ですので、ここでね、操作することも可能でしょう。で、これオートマ車なんですけども、マニュアル車でここにね、シフトがあっても操作できますので、そこはね、ご安心ください。はい、いかがだったでしょうか。ハイゼットジャンボ専用にはなるんですけれども、肘置き、肘掛け、こちらをね、簡単に設置できるというアイテムのご紹介でございました。この動画何回か見ていただければ簡単に取り付け、わかると思いますので、またね、商品購入された方のね、取り付けマニュアルみたいな形でもね、活用いただけたらいいなと思っております。この商品気になるよという方はね、概要欄の方に、リンク貼っておきますので、チェックしてみてください。それでは。また次の動画でお会いしましょう。カンジでした。またね。